ちは、まきです。今回もまきチャンネルにお越しいただきましてどうもありがとうございます。大家好，我是人气 Maki。下次夜，谢谢大家来看我的 YouTube 节目。今回は、誕生関連で一つ嬉しいことがありましたので、その現時点でのご報告と、そして皆さんへのお礼をお伝えさせていただきます。以前このマキチャンネルの中で単調を取り巻く環境は単調ではないということで一つ動画をお届けさせていただきました。あれからですね約1ヶ月が経つんですけれども、つい先日バードライフインターナショナルさんの方からコメントが出されていました。今回の世界的な単調のランク引き下げについてひとまず保留をするということが決定しました。本当にたくさんの方の反対の意見ありがとうございました。そうですね、これに対しては、世界中の方が声を上げてくださったようです。そしてその専門の分野でやられている方なんかからも、ランク引き下げはまだ早いんじゃないかということで、話題になっていたようなんですね。6月の28日にコメントを締め切って、そこから保留という結果が出たんですけれども、最終的な結果はこのあと年末もしくは新年に出るということなんですが、こう一度提案されたものが保留になるということはすごいことらしいんですね。これは紛れもなく反対の声を上げてくださった皆さんのおかげですので、この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。今後もですね、単調に限らずそういう野生動物を取り巻く環境ですとか、そういうことには関心を持って、発信をしていけたらなというふうに思っていますので、皆さん引き続きぜひご覧になっていただければと思います。そしてですね、前回の動画では触れなかったんですけれども、単調関連で一つ嬉しい話題というのが今年実はありました。長沼町というところがあるんですけれども、ここで100年ぶりに単調のひなが、帰ったんですね。これは北海道のテレビ局さんがずっとこう追いかけていたようなんですけれども、これ YouTube の方でも見れるようですので、そのリンクも貼っておきますので、ぜひご覧になっていただきたいなというふうに思います。それではまた次回のマキチャンネルも楽しみにしていてください。どうもありがとうございました。バイバーイ。